断片集とは、文字通り、散逸しているアリストテレスの各種の著作の断片を集めた書物。歴史の過程で散逸したアリストテレス著作の断片を収集、研究、復元する活動は、19世紀後半以降活発になった。その第一人者が、ドイツの古典文献学者、バレンティン・ローゼであり、1863年に初めての断片集である。 アリストテレススーデピグラフォスが出版され、1870年には彼のアリスタテリースクイフェラバンターリブラウルムフロッグミンタがベッカー版アリストテレス全集第5巻に収録された。さらにその改訂版は1886年に出版された。1934年にはリハルト・ワルツァー皇帝のアリスタテリースジアラゴラムフロッグミンタが出版された。 1955年にはオックスフォード古典総書で蒸気参照を参照したウィリアム・デイビッド・ロス皇帝の断片集フローク・ミンタ・セレクタが出版された。こうして今日のアリストテレス全集の多くには断片集も付け加えられるようになり、現在も研究と観光の進展は続いている。ありがとうございます。